かわいい。今回はサンディエゴに2日間友達のお家に泊まらせてもらってます。こんな感じのマンションで、ちょっとベッドルームが1個しかないらしくて、私はここで寝てます。泊まらせてもらって感謝です。こんな感じです。今からサンディエゴからモロンゴっていうパームスプリングスのちょっと左ら辺にあるところに2時間ぐらいかけて行って、スタート3時半なんでって感じで行ってきます。今はちょっとなんかドライブスルーみたいなんで朝ごはんを買ってます。じゃあ行ってきます。会場に到着しましたが、風が強すぎてやばいです。今週はこんな感じです。はい、お疲れ様です。今、朝サンディエゴから、ここはバーモンド、あれなんて名前だったの、モロンゴだから、モロンゴっていうパームスプリングスと多分ロサンゼルスのこう間ぐらいにあるところに移動してきて、今週トーナメントがあるんでってことで移動してきました。で、今めっちゃなんかホテル初めて、アメリカ来てずっともう10日は経ってるんやけど、10日以上経ってるけど、なんかずっと友達の家に泊まってたんですよね。フェニックスにおってからサンディエゴに移動して、それどっちもなんか友達の家に泊めてもらってて、でなんかそのホテルに泊まってなくて、でそれで ID、 あのパスポートで、なんかその今日チェックインするときになんか普通にあの ID 見せてみたいな感じ言われて、で ID を出そうとしたら、いつも入れてるこれぐらいのカバンから、たらなんかあのなくて、なんかドライビングライセンスしかなくて、インターナショナルので、もうパスポートこっちでなくしたら超めんどくさいんですよね。あの日本大使館とか行って発行して、警察行って説明してみたいなんで、もうめっちゃ探して、あもうないわってなって、えもうダンル、えなんか今までいろいろあったけど、ほんまにアメリカ来て一番めんどくさいかもっていうぐらいすごい慣れとって、もうどこでなくしたんか全然わからんねんけどと思っとって、で覚えてたんは、1週間ぐらい前にあの初めてエプソンツアー出るってことで、なんか本人確認とかあるんかなとか思って、私あの運転免許とかそういうの持ってないんで、こっちのやつはだから、それパスポートレジストレーションの時にいるかなと思って持って行ったんですよね、ゴルフ場に。いつもカバンに入れてんねんけど、ゴルフバッグに入れてみたいな感じで持って行って、で結局いらんくて、でそれで、あもう私本当にもうめっちゃ物をなくすんで、あもうパスポートは超大事にして、今まで一回もなくしたことなくて、てか当たり前やけど、でもそれぐらいいろんなものなくしてるんで、でカバンに入れたっていう記憶はあったんですよ。でもそのカバンからそのどこやったかわからなくて、でもういろんなとこ行ってるんで、レストランとかもうスタバとかスーパーとかもういろんなとこ行きすぎて、もうそんな使ってないし、どこでもうあるとしたらこう財布出した時にパスポート落とすみたいなしか多分ないんで、ってことで、もう無理、どうしようと思っとって、めっちゃやんどったってか、そうですね、ショックな感じでなっとったけど、お母さんに連絡してとりあえず、いや私もパスポートなくしちゃうみたいな感じで言ったら、えマジでみたいな、なんかお母さん結構ポップな感じなんで、えマジでみたいな、めんどくさいなみたいな、大使館行かなあかんやみたいな感じで言われて、コピーとかあのピクチャー写真とか持ってんのみたいな感じで言われて、でコピーとピクチャーは絶対持っといてるんですよ、なんかのために。携帯に入れとったら結構それで証明できるんで、こっちは結構緩いからと思った時に、
思い出して、こっちであの LPGA の方でなんていうんやろ、税金とかのそういう書類を出さなあかんって言われとって、それでパスポートのコピーがいるってなってコピーしたんですよね、パスポートを。それの時にコピー機にこう多分パスポートをまだわかんないんですけど、その多分入れて、そっからコピーして抜き忘れてって感じで、多分パスポートをロストしたって感じやけど、幸いそのコピー機は友達の家のコピー機やったから、今友達にすぐ連絡して、フェニックスの子やけど、ちょっと家帰って見てくれへんみたいな感じで今です。でも多分あります、もうそれから記憶にないから、パスポートのって感じで、すごい大変でした。で今回のホテルはマリオット系、私なんかマリオットでクレジットカード作ったんですよね、こっちで。なんかこっち結構マリオット系のホテル多くて、なんか安くはないんですけど、やっぱそのモーテルとか安いホテルやとすっごいなんか危ないんですよね、女の子一人やったら。ってことで、マリオットのカード作った方がなんかポイントとか貯まるしいいやんみたいな思って、なんていうの、マリオットのカードってかアメリカンエクスプレスのなんか、私も詳しくないけどまあ自分で作ったけど詳しくないけど、まあそういう感じのやつ作って、だから今週は初めてホテルに泊まって、マリオット系のホテルになんですけど、めっちゃいい。スタッフさん、あのチェックインする時とかも、もう超なんていう接客みたいな、めっちゃ超優しくて、お姉さんが嬉しかった、マジで。で結構今回の部屋を紹介したいんですけど、ちょっと来たばっかりなんで機会があれば紹介します。普通にベッドがあって、ここにあって、そっちにソファーがあって、こうデスクみたいなのもあって、シャワールームもあってって感じで、ジムもあってご飯も食べれるみたいな。てか目の前にスタバがあるんで、私多分やばいです、毎日2回ぐらい行ってると思うって感じです。では無事に到着したんで、また今日練習ラウンドしたんですけど、また明日も朝一から練習ラウンドしてきます。ではお疲れ様です。これが今日の昼ご飯です。あの店です。やっぱこれ終わってからジュースも飲みます。なんかポキはめっちゃ結構アメリカやったらトップ3ぐらいに入るぐらい好きで、ちょっと高いんですけど、これだけで18ドルしてすごい高いんですけど、1週間に1回ぐらい食べてます。いただきます。はい、これが今日の朝ごはんです。ホテルに朝食がついてて、いつもこんな食べれないんですけど、ちょっとお昼もこれにしようと思ってお金がちょっとやばいんでって感じで、いっぱい取りました。こんな感じです。今日は朝から練習しに来ました。誰もいません。これで昼まで練習して、午後はトレーニングしたいと思います。メンバーカードをもらうのを忘れてて今やってもらいました。こんな感じです。今ガソリンスタンドなんですけど、なんかタイヤの空気が少なくなってるみたいな警告ランプが出て入れに来たんですけど、タイヤの空気入れたことなくて、やり方全然わかんなくて、まずなんかあれにをあのスタンドの人に言ってつけてもらって、なんか入れるみたいなんだったんですけど、全然わかんなくて横におった人に聞いて入れてもらいました。でも大体分かったんで、もう大丈夫そうです。ああ、本
当にめっちゃ疲れました。日本でも入れたことなかったんで、それで安心して運転できます。今日のお昼兼夜です。これを韓国料理買ってきたんですけど、これを今日のお昼と夜2つに分けて、なんかライスももう一個ついてて、こんだけあれば十分なんで昼と夜に食べます。こんだけで何分だったっけ、29、あ、意外と安いんかな。まあ3000円、日本やったらめっちゃ高い、めっちゃ高いけど、アメリカでそうやね30ドルやったらだいぶ安い気がする。ほんまに出費がやばいです。とりあえずこれを食べて、今日は朝練習してきて、今からお昼なんですけど、今はこれからジムに行ってって感じで、明日の朝スタートに備えます。では、はい、皆さんお疲れ様です。今日はこっちの23日なんですけど、違いました、24日なんですけど、明日から3日間試合で、まあ、予選落ち今ある試合で、まあ、全試合あるんで、で、今回のコースは先週と違って、ちょっと芝が全然違くて、先週のコースとちょっと粘り気もあって、ラフが長いですね全体的に。グリーン周りとかは先週も長かったけど、こうセカンド地点のところのラフが今回すっごい長いんで、前回は砂漠やったんですけど、すごい長いんで、ちょっとラフ入ったら無理かなみたいな、厳しいっていう感じのコースで、ちょっとラフに苦戦中かな慣れてない芝なんで、ちょっとアプローチのなんか抜き方、まあ、なんか打ち方みたいなのが、まあだいぶ今週ちょっと調整で練習したんで、だいぶ分かってはきたけど、今までやったことない芝なんで不安は全然あって、まだって感じですね。それでコース的にもあんま好きじゃないしあんまり好きなコースじゃなくて、アップダウンとかあって、で気になったのは、結構練習ラウンドの日に朝ラウンドしたんですけど、午後最初練習あのラウンドして、次の日朝ラウンドしたら、朝が爆風ですっごい風強かったんですよね。多分人生でベスト3に入るぐらいで、結構多分風の吹く地域なんで、それもちょっと風も多分難しくなってくると思うんですよねって感じで、まあ今回はちょっとコースに対して選手よりもすごい不安要素が多かったんで、今週は結構練習しました。いつもより、いつもそんなに練習しないんですけど、会場に入ったら今回は結構みっちりやって、先週の課題やった、やっぱ先週パターが、もったいないとこ目立ったんで、やっぱパターのまず不安要素を取り除きたいんで、と思って、まあ最初から結構パターを重点的にやってて、まあ空気の感覚、空気のフィーリング、なんていうんやろ、なんか空気の湿度が全然違うんですよね、地域によって。それでちょっと体の感覚とかすごい変わるんで、スイングはっていうのが、ちょっとそれ思ってたんで、だいぶそれにはちょっと慣れてきましたねっていうのもあれです。ショットもちょっとスイングの癖、自分の悪い癖が出てたんで、動画見たらっていうのを、それちょっと修正して、まあ、アプローチもいろいろちょっと試して、だいぶいい方法を、まあ、見つけたんでって感じで、一応、まあ、できる限りの準備は、まあ、やったんでやりましたんで、明日は、まあ、朝スタートなんですけど、8時50何分とかな。で、とりあえず朝の時にスコア出しときたいんですよね。やっぱ出やすいんで、昼って結構気候とかも難しいんで、まあ、あんまり選手やっぱ1打で予算打ちやったんで、なんか1打1打大事に、まあ、プレーしていこうと思います。はい、選手やっぱりちょっともったいない場面とかすごい頭に残ってるんで、やっぱそういうなんかもったいないミスがないように、今回は結構一打一打
集中してやっていけたらいいなみたいな感じで思ってて、選手予選落ちやったけど、あんまそういうのを深く考えずに、まあ、今週は今週で新しいスタートなんで、まあ、明日は、そうですね、自分のゴルフができるようにしっかりやっていきたいなみたいな感じで思ってて、そうですね、まあ、まだ始まったばっかりなんで、まあ、今週2週目なんで、まあ、まあ自分の成長のためにここに来てるんで、結果もすごい大事やけど、やっぱ今後のゴルフにつなげていけるような、なんていうんやろ、プレーとかこう考え方とかを自分はしたいなみたいな感じで思ってるんで、まあ一喜一憂せずに全力で頑張りますとりあえず今日はもう夕方なんで、ジムに行かないとダメなんですけど、まだ行ってなくて、ちょっとだけネットフリックスを見てリラックスしてましたって感じですね。はい、じゃあジム行ってご飯食べて明日に備えます。ではバイバイ。